東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修、脳を鍛える大人の DS トレーニング。毎日トレーニング、トレーニングを続けましょう。こんばんは。毎日頑張ってますね。お題に従って絵を描いてください。3問続けて出しますよ。キリン、キリンさんなの。これね、調子こいてあっちの伝説上のキリン描きたくなんだけど、絶対描けねえから諦めるっていう。キリンさん、サイ、サイドン、アフリカ、アフリカ、アフリカ大陸、アフリカ大陸書いてあったよ。アフリカこの辺だけ。こんな感じでこの辺に。決定。キリン。ああ、模様描かなかったな。まあ、十分じゃねこれ、キリン。角あるからオッケーじゃねこれ。なんか耳が人間のうちに変えちゃったな。もっと上か。これ大体オッケーじゃね。うまく描けたんじゃないかなって。トレーニング、まあまずは計算20。これ結構ボタンに指当たって邪魔なんだよな。ゲームパッドに B に当たって違う。おい、認識しねえ。これ結局なんだろう、一桁のが連続で出ないときついっていう。超精子、これまでで一番遅いわ。ちょっとしたことでも直接話をしましょう。ハンコはずらしまくるの俺の中のジャスです。100もやっとくか。むずいね、ほんとむずいもん。おっせえな、さっきのも認識しろっつーの。一桁の答えが連続で出るとだいぶ早く。認識しろよ、頼むから。正直 DS の方がちょっと反応がいいんだよ。666が続く。認識頼みます、頼みます。認識普通に計算間違えた。もうね、間違ったな。遅くなってる。新幹線級お疲れ気味かな。右利き左利きを変更できますよ。
名作音楽を最後に回して瞬間記憶をどんなんだっけ、実際順立ち、あ、これ結構好きだった覚えがある。やったやったやった、やったやった、これむずい。あ、7あったか。あ、きつ。8個くらいだな。安全に行けるのは。甘いな。高いのかどうかもわからん。新幹線だからちょっと高いぐらいか。文字数え、あ、先やったやった。あには福来たる。さっき彼の右に出るものはいない。親の心こしらず、危険ですので白線の内側までお下がりください。長えな。都会に疲れて田舎暮らしを始める。で、田舎にもまた疲れるんだ。結果都会の方がマシだった。治安の維持を大義名分に増税した。えにしか、えんか、えんはこ、えにし、えんはいなもの、あじなものかな。あ、合ってた、よかった。使えば使うほどのうの働きは良くなります。自業自得なので仕方がない。あれ、 15? なせばなる、なさねばならぬ、何事も。長かった、うん、次新幹線級。そこじゃないって。最近のあれだよね、あの押してするっていう操作をしようとしちゃうんだ。きた、懐かしい。これもね、今4人になった。 2,4,5 人だ、9人だな、6人、9人。よし、これ終盤超むずいんだよ。5人、2人、4人、3人、
8人。これぐらいならね。あ、0。0行くと楽でいいんだよな。2、4、4人。4人。今0。3人。3人。5人スタート。8人、7人、6人、7人、6人、4人、5人か。合ってるな。3人スタート。7人、9人、7人、4人、1人減って4人、3人、1人増えたから4人、4人。難しい。ああ、ロケット級。消せますよ。さて、いきますかね。名作音読。田舎帰り、林芙美子。東京駅のホームは学生たちでいっぱいだった。私の三等身代も上は全部学生で、女といえば私と並んだ身代に娘さんが一人だった。トランクに持たれて泣いているような鼻のすすり方をしている。私は疲れていたので枕元のカーテンを引いてすぐ横になったが、目をつぶらないうちに頭のところのカーテンが開いてしまって、3階の寝台で新聞を広げている音がしている。3階から下まで通しになった一つのカーテンなので、一人が眠くなって火を遮りたくても、上の方で眠くない人がカーテンを開けると、寝た顔はいつまでも廊下の火の方へさらしていなければいなければ B かよいなければならない。仕方がないのでハンカチを顔へ当てて眠ったが、なかなか寝つかれなかった。阿部津弥子さんの三等身代の随筆を読むと、近所同士がすぐ仲良くなれて楽しそうだったけれども、私の三等身代はとっつき場のない近所同士だった。熱海あたりで目が覚めると、前の娘さんは帯を解いて寝巻きに着替えるところだった。羽織と着物を袖畳にして風呂敷に包むと、庄司、私の寝姿を見ていて横になった。どの辺かしら。私は独り言を言ってちょっと起き上がってみたが、娘さんは黙ったまま湿ったようなハンカチを顔へ当てて鼻をすすっている。2階の寝台から縄のようになったサスペンダーと大きな手がぶら下がっている。気になってなかなか寝つかれなかった。ポーランドの三等列車にどこか似ている。朝目が覚めたのは大垣あたりだった。娘さんは床の上へハンカチを落としてよく眠っていた。昨日は明かりが暗くてよくわからなかったけれども、本当に泣いたのだろう。まぶたが赤く膨らんでいた。顔を洗いに行って帰ってくると、娘さんは起きて着物を着替えていたが、私の上の寝台からはまだサスペンダーがぶら下がっている。まあ、こんなもんだよね。この1位と2位を連打で飛ばしちゃっただけだから。これね、1ページごとめくってほしいんだよな。ページめくった時さ、一番最後と一番上って一瞬で読めないっていうね。まあ教科書風に考えると仕方ないんだけどね、という。よーし、今日のトレーニング完了。自動車級、こんなもんだよ、普通に読んだら。反抗していくと、それ知ってるよ。よし、今日はオッケー。今日もトレーニングしたしたーと。